はい、今回はですね、スタイラスのエディットグループ機能、こちらをご紹介したいと思います。で、これ何ができるのかと言いますと、スタイラスはこういう風にですね、パターンが多く組み込まれていて、ここからですね、気に入ったパターンを楽曲に入れることができると。例えばそうですね、今回。このパターンがいいと思ったら、これをドラッグ&ドロップで入れられると。ここまではですね、前の動画でやっていました。そしてこのループに対してこうエフェクト処理なんかを行っていくんですけども、ここで一個問題が出てきます。例えばキックだけこう使いたい、スネアだけ使いたいとか、ハットに対してエフェクトをかけたいとか、そういう処理がここですとできません。これを可能にしてくれるのがエディットグループ機能。一緒に見ていきましょう。まずエディットモードアクセスしてですね、ここの下部分ですね、ここをクリックするとですね、実はパネルが隠されています。これがエディットグループって書いてますね。そしてこの中メインとなっていて、これがデフォルトになってます。で、最初にやらなきゃいけないのがですね、このアサインというところですね、クリックすると、どういう基準でですね、分けるのか、要はパターンをですね、分類するのかっていうのを決められます。そんなに難しいものではなくて、こうダウンビーツ、1拍目と3拍目だけ何か特別な扱いをする。2拍目、4拍目だけ。要はキックとスネアみたいな感じでしょうか。あとはですね、8分音符だけとか、16分音符だけとか、というノリだけにかけたりもできます。それでは今は分かりやすく、こうダウンビーツ、要は1拍目、3拍目の音だけ何かをやるということになります。で、これ選んだ時点でもうここからですね、すべてのパラメータいじったら、この1拍目、3拍目にしか聞きません。一回やってみましょうか。まずピッチを全開にしてみます。これで一回聞いていただくと、1拍目、3拍目のピッチだけが上がってます。こういった形ですね。それではですね、同じような感じで次はですね、バックビーツ、スネアの部分ですね。スネアの部分どうしようかというと、リバースをかけてみましょう。リバースを入れると、他のパターンは一切リバースが効いてないんですけども、2拍目と4拍目にリバースがかかった状態。こういった形ですね。で、このダウンビーツの部分直したいなと思った場合は簡単で、もう一回ダウンビーツ選んでいただければですね、違ったエディットができるといった形。じゃあダウンビーツにはですね、エフェクトをかけてみましょう。この FX もですね、このエディットグループ引き継いで行います。今ダウンビーツ選ばさってますんで、ここからかけるエフェクトは全部1拍目、3拍目にかかることになりますね。歪み系のエフェクト行ってみましょうか。ディストーション。他は一切影響を受けてませんよね。このような処理が可能となります。そしてですね、もう一つ覚えておくと便利なのが、実際これ中見ていただくと、こういう風にですね、MIDI のノートで連なって演奏されてると。例えば今ですと1拍目3拍目全部にかかっちゃうんですけども、今回はこのノートだけっていう処理もできます。これをご紹介したいと思います。まずはですね、エディットしたい音をあらかじめ選んでおきます。例えばそうですね、今これ E2 ちょっとちっちゃめなので、ここをもう少し上げたいとしましょうか。そしたらですね、まず選んでこのアサインクリックします。クリエイトエディットグループ、ここを押してください。はい、これでこれからいじるものはですね、 E2 のみに聞きますということで、じゃあレベルをちょっと上げ目にしたりとかですかね。ちょっとエフェクトもかけておきましょうか。同じ要領でディストーションなんかをかけて、ちょっと大きめにしておこうと。じゃあちょっとあとはですね、リバーブをかけてみます。こうクリックしても効果が効けますね。他のところはかかってないんですけども、ここだけ強くかかってると。じゃあこの周りもですね、同じエフェクトを適用するにはどうしたらいいかという説明なんですけども、今 E2 にしかかかってないですよね。で、これまず名前をちょっとわかりやすく変えましょう。このアサイン部分クリックしていただいて、リネーム。じゃあ名前をそのまま E2 にしちゃいましょう。この効果は E2 のものですね。そしてもう一回アサインを押していただいて、一番上ですね。こうクリックするとですね、今押した音をですね、同じグループとして登録できると。今 E2 になってますんで、例えば D シャープ。これ押すと Add Slice。これでこの2つはですね、同じ効果になります。こういう感じですかね。F2。ここもですね、足しておきましょう。なので Add Slice。そして、この F シャープもこんな感じでアートスライスで出すと。この部分だけはですね、ちょっとレベルが上がって、さらにリバーブがかかることになります。こういうことができますね。グループに加えたんだけど、やっぱり取りたいっていう時は、このリムーブスライス押していただくと、ここから除外されますんで、これもですね、覚えておくといいと思います。このあたりをですね、使用していくと、やはりこう、フィルターかけたりとかですね、様々な可能性を見つけることができるかと思いますんで、ぜひこの機能を使ってかっこいいパターンを作ってみてください。それでは今回の動画はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。